お嬢様、ご機嫌うるわしゅうございます。ご機嫌うるわしゅうございます。はい、ということで、毎月、我々はお食事をお嬢様方にご紹介しておりますが、今回は、なんと、2つ同時に、ご紹介したいと思います。あ、2つ、熊田様のこの真ん中、これ2品プラスアルファをご紹介していただくということで、はい、ということでございますので、今回はですね、ちょっと豪勢に2つ同時に、ご紹介したいと思います。はい、それでは熊川さん、ではお食事のお名前をお願いいたします。では、お一つずつ。まずはこちら、イサキとアンチョビのオイルパスタでございます。使われている食材はスナップエンドウ、イサキ、そしてヤングコーンやパン粉が上にかかっているということでございます。もちろんアンチョビの香りが添えられております。そしてもう一種類が春キャベツとヤリイカのトマトパスタ。使われております食材は大きめにカットされたヤリイカ、旬の春キャベツに、タケノコなども入っているとのことです。季節のお野菜ということですね。というところでございますね。本当にこう、なんか、入っている食材もイサキでしたり、あとはこちら山椒が使われている、そうです、トマトパスタということでございますので、そこら辺もちょっとご説明していきたいなと思いますが、これいただく方法、なのですが、今まではね、一つのものをみんなで仲良く分けていただいておりましたが、今回はですね、代表で1名ずつが、なるほどなるほど、はい、お食事をいただきたいと思います。じゃあこれ熊川さん、熊川さんが、じゃあ、私はパスタ食べたい、師匠になった恵方巻き、じゃあ、胡椒、私は胡椒係ですか。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。恵方巻きみたいな感じで、師匠はいいです、師匠はもう、はい、じゃあ私がこれいただきます。じゃあ私目の前に、こちらをじゃあ頂戴。本当に私これですか。いやじゃあ、もうちょっとかわいそうなので、熊川さんは、私はこのトマトパスタ、そして、香川さんはオイルパスタをいただきまして、美味しそうに思った方、もしくはお嬢様にこれはどうしてもちょっと食べてお伝えしたいという方を、お召し上がりになっていただくというのはいかがでしょうか、熊田さん。プレゼン形式ということですね。さようでございますね。お待ちいたしました。それはじゃあ私審査員としてこう、はい、さようでございます。審査員真ん中ということはやっぱりもう中鎮といったこと、中鎮、貫禄がありますから、熊川さんですね、召し上がっていただくためにじゃあ我々が食べて、さようでございますね、お伝えをするという、より深くちょっと伝えられるのはどちらのパスタなのかっていうものもちょっと楽しみにじゃあご覧いただければという、大事なお食べですね。美味しいパスタをぜひぜひプレゼンしてくださいませ。承知いたしました。いつもよりもちょっとなんかもう胸が自信ありげですけども、いやでも楽しみです。じゃあお楽しみに。早速我々はじゃあいただきたいと思います。あ、もうなんか右の鼻の穴と左の鼻の穴からそれぞれ香りがこう、そんなそんななんか聖徳太子みたいな、あの嗅ぎ分けられるんですよね。右の鼻、左の、間違いなく山椒はこれのせいかもしれない。この前に、そうですね、今回のパスタ、はい、そう、特にトマトパスタに関しては上からさらに山椒もかけてご用意するということで、ありがとうございます。ということですね。じゃあ熊川さん、よろしければ私のところに、はい、山椒をかけていただいてよろしいですか。熊川さん、山椒お好きですか。はい、かけて、これぐらいですかね。もう少しかけます、ね、もう少し行きましょう。じゃあもう少し、もともとなんだかあの山椒が、はい、あの使われてるらしいですね、これかける前から。あ、さようでございますね。なるほどなるほど、なんでしたら、私と香川さんいただきますので、熊川さん一人でこの今実況で美味しそうなものをお嬢様にプレゼンしていただく、これあの熊川さんにもプレゼンしますけども、もともとこの動画はお嬢様のための動画ですからね。趣旨を忘れないでください。毎回覚えてました。毎月忘れてますけど、忘れてません。いや、その通りです。そう、はい、いやでも私今審査員という言葉の響き、あの甘露さんに騙されてましたけど、これちょっと2人が食べてる間寂しいですね。うん、私もですか。食べたいな。いやー、うん、やはりあのパン粉が食感としてサクサクとしておりまして、非常にこれはアクセントとなっておりますね。これは非常に面白い。あ、オイルパスタ、はい、ということはこれ、はい、あのパン粉は後掛けなんですね、完全に。あのパスタの麺の上に、うん、あのパン粉がサラサラとこうかかっておる状態でございましたね。ちょっと今心がこっちに偏りつつ、はい、いやでもこれ山椒の香りとこのトマトの酸味、はい、あ
このバランスがとても良いですね。トマトと山椒もいいですね。ちょっとこっちにも、これお嬢様、私の立場すっごく悩まされます、これ。お嬢様はいつもお品書きをご覧になりながら、こんなにこんな気持ちだったのか、お嬢様の気持ちが。いや、シャキシャキ感いや、こちらタケノコのシャキシャキだって待ってませんよ。ちょっと待ってください。さっきから熊川さん、これをずっと握ってたんですけど、なんか船で揺られてる人が飛ばされないようにこれ、私の心の支え心の支えになってますね。これ倒れた方に行ってしまうみたいな、これはですね、ちょっと私お先にちょっと説明させていただきますと、山椒ですね。やっぱりちょっとこのピリリとするものがアクセントとしてはありますが、本当に辛すぎではございません。アクセントとしての美味しさ、山椒が残っているものに、トマトの酸味が加わってですね、なんと申しましょうか、こう初夏のこうなんていうんですかね、その日差しがちょっと強くなってくるものに合わせて、こう元気なパスタといった感じでしょうか。どうしてですか、心が心が心がすごいこっちに傾く。これ心が動いてるんですね。熊川メーターがこれ、そう、それにですね、こうシャキシャキのタケノコと、あとヤリイカもこれふっくらとしてございまして、大きめにカットされておりますので食べ応えもございます。なので初夏に向けてですね、大変元気になっていただけるボリューミーなトマトパスタなのかなというふうに思います。まろやかさというよりは、本当にトマトの酸味、山椒のこうピリッとしたものをお楽しみいただける一品でございます。もう倒れそうでした。もう倒れそうでした。もう倒れそうでした。私もですね、イサキを今頂戴したんですけれども、はい、お魚のこう生臭さといったものがあるのかなと思いきや、タイム、はい、でですね、下味をつけておるというふうな、その紹介を受けたんですけれども、やはりそちらでですね、非常にこう生臭さが、どこかに飛ばされているような、あまり感じさせない、全く感じなかったですね。でさらにその素揚げを少ししておるということでございます。でイサキのそのプリプリとした感触でございますね。そちらと合わせてもこちらのいかがでございますか、オールパスタ。これはもう、はい、熊川さん、ヤリイカ、これいかがですか。ハーフ&ハーフとかないですか、これハーフ&ハーフございません、ございません、これどちらですか。無情でございます。どちらかを選べなきゃいけませんので、こんな悲しいことがあるでしょ。日本酒は確かに今はないですかね。今は日本酒はございませんので、白ワインなども良いですね。台湾ウーロン茶とかも合いそうだな。確かに確かに、こっちもこっちでログロン系もさえそうだな。どうしたらいいんだこれは。熊川さん、ちょっと迷っている時間はこのくらいにしていただいて、お嬢様にですね、プレゼンするこのパスタ、はい、どちらにするかを、これ右手を上げたらこっちのトマトパスタ、左手を上げたら、そちらのオイルパスタ、はい、これを持って判断してください。いきますよ、熊田さん。もう、はい、もう決断の時ですよ。もう決まっちゃうんですか。もうお願いしますね。いきますよ。食べれないですもんね。はい、どちらかだけですよ。では3、2、1、どうぞ。こっち。おお、トマトパスタでございますね。もう私多分これが最初に中央にあったから、だんだん最初にここにあ、もういつの間にか心を奪われていたんですね。いやでもそっちも捨てがたいんですよ。じゃあ熊川さん、ではではお召し上がりいただきましょう。こちらのトマトパスタどうぞお召し上がりになってください。これ絶対美味しいじゃないですか。美味しいですよ。いただきます。いや、私でもね、イサキのパスタちょっと食べたかったんですよ。あ、めちゃめちゃ売られます。あ、じゃあこれはじゃあ、じゃあ我々はじゃあ、お二人でそうですよ。そんなことあります。いやいや、それはちょっと、後ほど、イカプリプリですね、これ。大きめにカットされてございましてね、非常に食べ応えのある一品でございます。美味しい。で、また春キャベツもシャキシャキしているんですよ。ありがとうございますね。食感のまた妙といったところでございましょうか。さようでございますね。あ、音が聞こえてまいりますね。聞こえてきますね。すごい、ちゃんと山椒が香って、はい、シャキシャキプリプリですから。なるほど、これは、これ麺だけで食べても十分美味しいございますけど、もう食材一つ一つにもちゃんと味が染みてて、あ、これ選んでよかった私。駒川さん、お嬢様に、どっち今我々選んでよかった、そう選んでよかったっていう喜びがあるのは大変いいんですけども、召し上がりになってみて、どういう風に今のところまだ
音だけしか聞こえていないような そうですね、あの、はい、音だけでのあの感想がいただけてるんですけどもお嬢様、はい、絶品でございます。絶品が出ました。こちらはもうぜひ一度召し上がっていただきたいところです。あの、先ほど私最初少し多めにかけたんですけれども、ちょっと辛いのかなって、うん、あの少しピリリとくるぐらいにかけちゃったかなと思ったんですけれども、いざいただいてみると全然そんなことございません。おイカがお口の中に入ってるんです。ちょっと待ってください。やっぱり大ぶりですからね、うん、はい、いやイカも噛み応えがあって、うん、それでいてちゃんと柔らかくて、いやこのパスタ本当に美味しいです。いやいや、つまんなさい、つまんなさい、食べ比べしたいです。あとはでは実際にお屋敷でお確かめいただきましょう。はい、ではお早いお帰りをお待ちしております。ごきげんようお嬢様。ごきげんようお嬢様。私もやっぱり…あ、ダメです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 、あ、これ、カワさん